と思います。よろしくお願いします。はい、はい、では改めまして、宮崎大学の福林と申します。今日は貴重なお時間いただきまして、話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では画面を共有させていただいて、話をさせていただきます。今日おそらくコンサルタント関係の方が多いのかなと勝手にちょっと私自身思いまして、まあそれだったら逆にこう私の前職、まあ、今もやってるんですけども NGO にある、まあ、インフラ整備支援というのがどういうものかということを紹介させていただくと、まあ何でしょう、こう重複しないというか私ならではできる話になるんじゃないかなと思いまして、そういう話をさせていただきます。本これからのインフラ開発ということでご縁で今回話をさせていただくんですけども、実はあまり本の内容は触れていませんが、ただまあ本を書くその私の担当の部分、防災インフラと農村インフラでしたけども、その部分を書くにあたってやはり私のこうバックグラウンドというか活動してきた視点でしか、まあ、ものも見ることができなかったということが正直なところですけども、まあ、そういう視点を理解いただくにはいいのかなと思っております。で、主なタイトル項目としては以下のここに示してます4つになります。で、簡単に自己紹介ですけども、大学院修士を出た後に一度日本の国内の建設会社で約7年弱国内の土木施工の現場監督ということで仕事をしておりました。その後、まあ、30歳過ぎてもう少し何かこう人生かけてみたいみたいなところがあって博士課程に入り直したところ、本当は修士でやってたようななんかこう耐震設計につながるような話をするということだったんですけども、急遽その指導教員の先生の方の構想にあった開発途上国の農村部の道直しということで博士括弧工学を取れというふうなことで、このテーマで、活動研究をするようになったことが、まあ、今の私に至るということになります。この博士課程入るとき2004年でしたけども、こういったその途上国の道直しをするというテーマで、工学博士を取るといったときに面接の先生方からは志は素晴らしいけどもそれで本当に論文が何本かけて、博士号としてちゃんと取れるのかということをいろいろこう質問されて、まあ、当時はまだ入学しようという段階でしたので、こう確固たる根拠というものを示しながら言うことはできず、ただできますというだけのような思いを少し思い出したりもします。で、学位いただいた後にですね、ここでやった研究成果をさらに発展させたり、より普及したり、より深掘りしたいということで、国際協力を進める NPO の、まあ、設立者1名となりまして、活動をしてきました。で、2018年から縁あって宮崎の方に来ております。ここでの話は、この NPO から、まあ、大学研究者となった今でも進めています、NPO、道部新人と言いますけども、その活動を中心に話をさせていただきます。で、まあ、これが私のちょっとバックグラウンド的なものを示す、写真になっていまして、まあ、国内のこういった作業をするような、まあ、経験を積んだということで、まあ、この辺の現場の収めるっていうふうなやり方のこうノウハウみたいなものが、まあ、途上国のこういったこう住民の方と一緒に道直しをするような活動にも生かせているのかなというふうに思っています。またこういう活動を続ける中で JICA がやる、道路維持管理研修、各国途上国の道路管理者を呼んで、やられるような研修でこういった現地の活動を話しする機会があって関心を持ってもらって現地で話をさせていただくということがありました。で、このこれからのインフラ開発という本を書くにもあたって、ご縁があったという話をしましたけど、それは今は拓殖大の徳永先生でいらっしゃいますけども、コンサルタントで、お仕事をされているときに、まあ、補強という形でですね、私どもは NGO、NPO の職員でしたけども、呼んでいただいて、コンサルタントがされるこうプロジェクトの中で活動するという経験を積ませていただきました。
また開発コンサルタントさんとの付き合いという中ではですね、2018年、マダガスカルでの学校建設計画というもののソフトコンポーネントというのがあって、そこでは通常建屋を作った後のですね、維持管理等の研修されると聞いておりますが、そこで通学路整備をここの学校関係者、生徒関係者、ご両親らと一緒にするという機会をいただきまして、これもコンサルタント会社さんの補強という形で参画させていただいたということがあります。で、これが道の新人が、これまで実施道直しを、してきたルールですけども、実施した各国、国の、分布になっています。これまで、私どもが実施する道直し研修に参加してきたっていう方が2万人、道路整備距離としては約200キロというふうな状態です。で、こういった事業をいろいろな、パートナーの方と実施をしてきました。NGO、NPO ですので、寄付金会費を募るという資金源というのがありまして、そういう自己資金を使った、単独事業もあれば、ODA 関係になりますと、外務省の、NGO がよくやる、助成金事業ですね。単年度、2000万、3000万規模の、助成金得られるというふうなものですけども、それらを利用させていただいたり、個人的に、JICA 事業の専門家派遣というのを受けて、活動させていただいたり、先ほど申し上げたように、コンサルタントの補強というのもありました。また、民間財団、トヨタとか、TOTO とか、パナソニックとか、社会貢献の一環で、彼らが持つ財団での助成金事業というのに申請し、事業をさせていただくということや、他の NGO さんとの連携と、例えば保健、医療関係されるような NGO の方とですね、例えば、彼らが支援する保健所等へのアクセス道路の開発、向上ということで協力させていただくと、ハードコンポーネントというものがあるそうなんですけども、そのいう部分、要は墓物を NGO の立場で作るということで、私どもの道直し事業に興味を持っていただいて、活動するということがありました。あとは、こういった国際機関との共同委託事業を実施する機会もありまして、こういった国で事業してきているというのが我々です、NGO です。で、ここでちょっと、グローバルフェスタでも流された時の資料なんですけども、ちょっと動画を流させていただきたいと思います。ちょっと YouTube に移りますので、一旦共有を停止させていただいて、再度共有をさせていただきます。
下でも簡単に操作できるんですよ。おお、最新のテクノロジーで現地の人も使いやすくか。また日本式の安全管理を導入して、ガーナ人をはじめとする現地の作業員の安全意識の向上に努めた結果、なんと無事と無災害200万時間以上達成したんです。なんと、施工技術だけじゃなく、安全管理のノウハウまで現地に移転したのか。そうなんですよ。この施工技術と安全管理のノウハウが現地に浸透していることを明かすエピソードがありましてですね。どんなの？2020年、世界的な新型コロナウイルスの流行で、日本の技術者たちが国外に避難しなくてはならなくなったのです。でも、日本人関係者が帰国後も遠隔支援をフル活用して、ガーナ人スタッフが仕上げの作業を継続し、ついに完成へとこぎつけたんですよ。なるほど。日本人だけで作り上げるんじゃなくて、質も高いインフラ整備の技術も現地に伝える。それが基本の ODA なんじゃな。でも巨大な幹線道路の支援だけじゃないんですよ。人々が日常に使う生活道路にも、ちょっと変わった日本の技術が移転され、成功した例があるんです。さあ、みんなトラックに乗ってください。さあ、行きますよ。ODA! いやー、またすごい速さじゃ。いやー、もう随分渋滞してるね。道がデコボコで走りづらいんですよ。こちらの道が空いてるようだ。ま、こっちは道が大変だぞ。ここは西アメリカのガンビア。これが日本のちょっと変わった技術で作られた道路です。随分素朴な作りの道路じゃな。これが日本の技術？あれを見てください。敷き詰めているんだが、この道路は日本からのお金で国際労働機関 ILO と日本の NGO 一部審理との指導のもと、現地の若者を雇用して作られています。これが日本の指導なの？随分地味じゃな。この地域の道はほとんどが未整備で、雨の後は大きな高波になり、とても車が通れる状態じゃなくなります。そうすると物流は滞り、人々の行き来が困難になるんです。でも道路を舗装するお金も機材も技術もありません。そこで日本の一部審議とか現地で簡単に調達でき、かつ施工の簡単な手法として土のうを使った道の整備を考案したんです。本当に土のうで整備できるの？もちろんです。土のうが大きな耐火力、つまり重さに耐える力があることは日本の大学の先生によって明らかにされています。その土のうに京都大学大学院の木村誠教授が着目し、さらに何度も実験を繰り返し、その安価で手軽な道路整備の手法を編み出しました。そんな偉い方もお墨付きなのね。道路が整備されて作物を市場に持ち込むことができるようになった農家が現金収入を得られるようになったり、子どもたちが安全に学校に通えるようになりました。道路が整備されると地域の暮らしが大きく変わるんだな。それだけじゃありません。安価で手軽に道路整備が行えるようになったおかげで、地元の若者が自分たちで道路整備の会社を起こし、雇われる側から雇う側になりました。実際こちらのジャメさんは会社を起こして地域の若者たちと道路整備をしています。こんな若い人が起業とは。一部審理とは道の整備の方法だけを伝えたんじゃありません。昔から日本では地域の道や橋を地域の人々が自分たちで作り維持するという考え方があったんです。それが土のうを使った道路整備を続けた結果、かつての日本人のように自分たちで作り維持するという意識になっていったんですよ。なるほど。雇用に自立心を育てたわけか。日本の質の高いインフラ整備なのね。そうです。自分たちで整備することができれば持続可能な暮らしが実現できる。まさにサステナビリティですよ。持続可能か。わしらも持続可能な社会のために道路作りしっかりやるよ。まずは猫車を押すのを持続可能にしてください。道路整備は発展への道。サイトも見てね。そこ、水出しっぱなしじゃないですか。ああ、いたいたいた。もう気をつけてくださいよ。水は生命の基本。一滴たりとも無駄にしちゃダメなんだぞ。いや、分かってるよ。うるさいな。君なんかいつもお風呂の水出しっぱなしで遊びくせに。だからせめてそう。すいません。続きを、説明したいと思います。今大丈夫ですかね？大丈夫です。ありがとうございます。はい。6分ほど時間いただいて、先ほど動画を見ていただきました。まあ、我々の行うその道直しですね。NGO からのこう道直しっていうのが、まあ、先ほどの動画に凝縮されているような内容ということになります。
で、まあ、こういった日本の過去の歴史でインフラ整備をしてきたという背景には、まあ、こういった日武神と言われるような活動があって、これらが、まあ、もう含めてですね、日本のインフラっていうのは発展してきているというのもあるので、まあ、これらを、現地の方にも導入していきたいというふうに、考えて、始めた活動です。まあ、なので我々の団体は道部神人という名前で、まあ、覚えにくいとか発音しにくいということを言われますが、まあ、道部神をする、まあ、人たちの集まりというふうな、まあ、思いでできた団体ということになります。で、まあ、これが、まあ、土のうを使った道直しの様子です。まあ、問題となる箇所を、まあ、まずは選定し、まあ、あとはこちらの道路を管轄する自治体とか、もちろんこの道を利用する人々、コミュニティの方にアプローチをして、まあ、なんとかしたいという意思の確認のもと、またこういうところを直すための必要な資機材とか、直し方っていうのを考えて、まあ、そのやり方を住民に伝えて、実際に直すというふうな過程です。で、まあ、道路直し、道直しで一番重要なのは、もう道路排水を道路の真ん中にこう溜めないということですので、最初に道路排水をきちんとすると、集まってくる水を道路敷地外に出せるようにするというふうなことをした上で、このタイヤ、道路が車が通る路面の基礎基盤を作るというふうな意味合いで、まあ、土のうを並べているということです。まあ、この土のうを使う特徴、まあ、意味っていうのはですね、土、こういった材料を固めるのに、まあ、締め固めの機械がなくても人力でも、まあ、それに相当する程度の締め固めができるということです。で、最後この土のうをむき出しにしておくと、まあ、紫外線で破れるとか、タイヤが走行することで摩擦で破れるということがありますので、これを覆う形、被覆する形で土をまいて仕上がりということになります。施工前と施工後というふうな道直しです。で、まあ、土のうですけども、先ほど動画でも出てましたが、現地で使われている穀物であったり肥料とか砂糖、それらを入れる袋の使い古しというものが使えるということです。まあ、土のう、日本の、まあ、言葉ですけども、日本から持っていくのではなくて、まあ、現地によくある、まあ、プラスチック製のこういった袋をですね、使って道直しをするということです。あと、まあ、簡易で人力施工ということと、まあ、高い、耐火力、こう車が乗ってもへこまないというふうな特徴を利用しているということで、まあ、土のう一つ、締め固めた時の大きさっていうのが、縦横40センチの高さ10センチ程度、まあ、重さが20キロぐらい、まあまあ重いのは重いんですけども、まあ、頑張って作業できる範囲かなということです。で、このあたりから少し設計みたいな考え方になるので、ぜひコンサルタントの方ともお共有し、またご意見等もいただけたらなと思うところなんですが、まあ、途上国で見る道路ですね、まあ、not maintainable と、まあ、英語でよく言われるような状態、要は維持管理ができる範囲はもう通り越してしまって、かなりひどいので、もうそれは改修、リハビリ、もしくは、まあ、作り直すような、まあ、そういう状況になっている道路が多いということなんです。なので、not maintainable だから、じゃあ改修しましょう、まあ、このあたりが、道路基準、技術基準等に使ってやる場合に書かれているような内容だと思うんですけども、なかなかその通りに進まない。要はその改修をするにあたっては、あるスタンダードで仕上げる、それなりの、まあ、工法を使って直しましょう。で、まあ、こちらが例えばその LBT で使うって言われているような機械だったりします。まあ、よくさっき言った土を締め固めるという行為なんですけども、まあ、基本土を固めるにはこういうローラーは必要でしょうということが発想で、それは工学的にもまさにその通りだと思います。ただこれがなかなかない時にどうするかっていうことで、一旦土を袋に入れてあげて人力で固めると、そこそこ固まりますねということの選択肢もないかということを考えたわけです。まあ、そのことで、例
確かに気象条件によって時には通行不能になることもあるんだけども、まあ、コミュニティや小規模な企業でもできる、こういった機会を借りてこなくてもできるような本当に初歩の道直しということで、まあ、どうしてもこういった袋だったり土を運んでくるっていう部分で少しのお金はかかってしまうけども、この回収をしなさいと言った時に比べると、まあ、大幅に安価でできるということがあります。とはいえこういったお金も必要でしょということがあるので、ただ我々 NGO として、道に困っている住民の方に行って一緒に道を直すというだけだとなかなか持続的にならないという現実も味わってきました。まあ、コミュニティの方に何とかお金をこう寄付なり貯めてやりなさいということも言いますけども、なかなかそれができる状況にないっていうので、まあ、やはりそういう時に我々が巻き込むのは現地の自治体等の行政ですね。通常彼らが道直しというとこういった回収工法を想定するような彼らでも、なかなか予算がない中で少額でもコミュニティへの貢献という形で、まあ、支出されるケースっていうのがいくつかあって、まあ、そういうお金を少し当てにしてですね、まあ、こういった道直しもできるんじゃないかということです。だからその道路状況とか、その状況っていうのは通行する車両とか、その重要性とか、あとどんな車両が通るか、あとどういう人々が利用するか、まあ、そういうことも踏まえていろんな選択肢を整理してですね、で適材適所の工法を使えるといいんではないかというふうに考えています。で特に大きな違いというと、よくこういう土のうの道直しをやるといったときに言われるのが、いつまで持ちますかっていうことなんですけども、まあ、そもそもそういう発想での道直しではまあないというところがあって、なかなか話の噛み合わない場合もあるんですけども、当然公共事業、税金を使ってやる事業とい う, こう立て付けにするとちゃんとした税金の使われ方が必要ですので、まあ、技術基準というのを国が決めているものを引用してそれを満たすクオリティで仕上げましょうというのが一つあるのかなと思っています。で、まあ、それに沿った技術基準に沿った施工管理や資源機械の投入をすることでいい品質に仕上げることができると思います。まあ、道路は、まあ、どういう施工法を取るにすれ一般の交通に、こう開放されると、まあ、徐々に道路は傷んでくる。傷んできたら、ノットメンテナブル、維持管理可能な状態、維持管理が不可能になる前に維持管理をして、耐久性を持続させるということがあると思いますけども、まあ、こういったコミュニティベースでやるような、まあ、部分補修、小規模とならざるを得ないし、出来型っていうクオリティも若干、まあ、中間的というか、この技術基準に定めるようなレベルには届かないけども現状よりかは良くなると、まあ、そういったレベルで仕上げてより頻度の多い維持管理も必要になるかとは思いますが、まあ、それを繰り返しこの時にこういった機械を持ってこなくても周りの土とこういった人力での締め固めで直せるというふうなことで、自分たちで直すということから、まあ、その道路のこのクオリティを維持していくというふうな考え方です。でそういったやり方がどういう、場面で適切かということや、その、先ほど挙げたこういう部分補修っていう方法でやれる道の範囲、道の損傷度の範囲をなるべく最大化したいということで、日々活動していることがあります。ここではさまざまなインフラ整備の実施体制と施工内容、我々団体の、まあ、経験からなのでまだまだいろんなバリエーションはあると思いますけども、まあ、A から E に向けて規模が大きいものから小さいものになる、規模が大きいものから小さいもの、これは施工範囲に考えたとき、また単価、キロあたりの単価的にも、まあ、こういった範囲でA から E に向けて、高いものから安い道直しと、でまたどういう方がその実施に関わるかっていうことを、コミュニティであったりまた施工業者 NGO もしくは CSO シビルササイアティオーガニゼーションという、まあ、市民社会が、まあ、主体的になるような道直しもあっていいんじゃないかと、
また、まあ、若者雇用、先ほどの動画でもあったんですけども、そういう若者が起業して、零細企業となるんだけども、それに、まあ、国の公共事業としての、まあ、発注があって、それを受けて直していくというふうな、まあ、こういったそれぞれの、まあ、道直しがあるのかなと思います。この LBT っていうのはコミュニティも労働力としてより多く参画されますけども、それらを管轄する、まあ、コントラクターがあったり、こういった事業を発注する、政府があるでしょうということですね。これはフィリピンでやったこう都下部をこう補修した道直しで、これは NGO との連携事業だったんですが、地方自治体がお金をサポートもし、NGO が、まあ、実施機関となって、コミュニティと一緒に直した、まあ、道直しですね。これは約30メーター程度のこう沈下橋というか、そういったものを設置した時の施工の様子でした。でこちらが、まあ、若者雇用の促進という、まあ、目的で道直しをした時の様子です。あとは、一番こう農家さんがその市場志向型農業というのがよく言われますけども、市場へに行くためのこう農道の道直しということを農家さんグループが実施しているような事例で、まあ、一番こう初歩的になるような道直しかなと思います。で、インフラ整備のアプローチというもので、まあ、ボトムアップ型、トップダウン型というのが、まあ、分けて考えることができるんじゃないかなと思ってまして、まあ、もちろん公共事業と公助とされるものもあれば、まあ、自助共助をプラス、まあ、そういった自助共助を支援するような、まあ、公助という形の書き方にしてるんですけども、まあ、それぞれ、特徴があるだろうと、それを一旦整理して、で、まあ、こういう自助共助でやるようなインフラ整備っていうのは、まあ、どういうものかということをこう理解しながら、また改良点とか、問題点、適用範囲みたいなものを整理して、こう総合的な上からも下からもやれるような道直しということが、まあ、これからのインフラ開発ということになるのかなと思ったりしています。まあ、そういった視点で国内の防災インフラとか農村インフラについて少し、述べさせていただいたのが本の内容ということです。で、まあ、工場でやる場合ですと、まあ、行政の方で技術基準等を設定しているので、それに見合った材料や機械で、そういった性能を満たすように仕上げるということで、やはり工法等が専門的になってくるということで、専門技術者等が必要でしょうと。住民ベースでやるっていうときに、まず彼らで実施可能な範囲での性能を実現する。また、住民の技能とか人力施工で達成可能な品質にならざるを得ないし、現地で調達可能な材料で行いますと。ただ、まあ、実現可能な性能ということで限界はあるものの、一方で普段利用する住民の方による、まあ、維持管理ということが期待できるというところと、まあ、こまめな補修も現実的なのかなというところが、このボトムアップでやるような道直し。ただ、これでも、例えば材料が、歴史材が少し必要とかなってきた時の部分で、まあ、行政もこういうボトムアップでやる道直しっていうことも応援できるような仕組みがあってもいいのかなと思いますし、まとめのところで少し触れますけども、やっぱこれをする住民側についても、やっぱ責任っていうのが必要になってくるのかなと思っています。で、まあ、住民主体でのインフラ整備に向けた、まあ、国際協力とはという形で、これはちょっと都下部、道路の整備ということで活動を始めましたけども、川が横断している部分に直面したときに、どうすんのということをまた考えるわけです。で、その時にやはり都下部、川を渡る部分をどんな対策が住民参加でできるのかなと考えて、あ、これは無理だと思って諦める場合もあるんですけども、それをなるべく可能性、オプションを多く広げたいということが、まあ、問いというふうにして書いているところです。こちらが、まあ、ザンビアの様子、こちらがミャンマーの様子ですけども、まあ、ミャンマーはこれ、エアリ川の流域なんですけども、水運も使っているということで、川はこれ船が通せるようにしなきゃいけないので、必然的に
表面の高さっていうのを高くせざるを得ないというふうな、なかなか大変な環境、条件っていうのが重なってくるということです。で、こういったところで橋を架けるって言っても、こういった材料の材料強度がいくらあんのっていうことが、きっちりこう試験してみないとわからないし、またその一回した試験をした材料が定期的に定常的に入ってくるのか、まあ、ばらつきみたいなものもあるし、まあ、そういった不確定要素をこう対処しようとして安全側の外力設定しまうとしてしまうと効果にもならず、またまあ日本人っていうのがやっぱ来るとどうしても、まあ、動画でもありましたけど、日本人が来るなら日本の技術でかなりいい道路とか橋を作ってくれるんだろうって期待があるんですけども、いやいや、それに対して私たちのこの事業の方針みたいなものをこう共有しながら、まあ、合意を得られる場合において活動するということになってくる。で、ここで誰かが来てやったんでしょっていうふうなものを、こういう住民参加ボトムアップでやる道直しとしてやろうとすると、かなり苦しいっていうのはもうできないということですね。自分たち住民の方が少しでもこう自分たちの事業としてやるという意識なしでは、いい加減なものはできないということですね。利用中に落橋して人がこう怪我したらどうするのとか、そういうことを考えていくんですけども、それを克服するには、まずは住民の方と一緒にやる。で、当然、こう、最低限の強度を持つようなやり方を指導し、実施するんですけども、まあ、その我々がこう帰った後、こう利用する住民の方が、この構造のまあ弱点とか、点検すべきポイントとか、それらを自分ごととして実施できるということで、まあ、こう人的被害は抑えるということが実現しないことには、こういった住民参加であるような道直しには入っていけないな、というふうに思っています。まあ、住民主体の施工の場合の品質管理の限界ということも出てきます。これで3つほど事例、橋梁の場合で示すんですけども、これはパプアニューギニア のハイランド、山間部の方で実施した橋の建設で、まあ、非常に小規模ですし、この先にあるコミュニティっていうのも250人程度のコミュニティでした。そこへのつながる道っていうのを、まあ、土のうでちょっと橋台みたいなものを補強してあげて、現地で木を取ってきて、それをこう丸太として桁に押して、でその後材木をこう加工してこういった、まあ、橋に仕上げたということです。で、7年ぐらい経った時にこの道路そのものがいよいよ大きな重機も入って、自治体の方で、直すということがあった時に、まあ、この桁橋は、まあ、ここにあったんですけども撤去されて、こう仮設道路の方の橋として利用されてたりもします。まあ、こういう道直し、橋建設が、まあ、我々 NGO でやる橋の建設としては、まあ、十分かなと思うような橋 の設置です。まあ、10年持たなくても5年から10年程度持つような、まあ、橋を建設するということや、まあ、こういった木の橋ですので、朽ちてくる部分もある。ただし、まあ、それもコミュニティも認識した中で、まあ、点検をしながら、この桁の状況がどうなっているかとか、利用していたということです。で、まあ、これ丸太を切って現地までこの場所まで運ぶときは諏訪の御柱みたいな形でこう引きずりながら行くんですけど、まあ、ここに書いてるような、例えばそういう工事の時の安全管理はどうなんだとか、この木のこう伐採する時の剪定とか、まあ、あと工程管理っていうことでいくと、これ2011年の1月にこういった橋台を作ったりしていよいよ始めましょうと言ってたんですけども、その後ほぼコミュニティのペースで、作業が進められて、まあ、私が時々現地に行くことがあったので、やり方や工程の管理とか資機材の調達などについては打ち合わせしていましたけども、まあ、9月8ヶ月かかってようやくこの橋ができるというふうな状況で、まあ、工程管理みたいなものをその外国の人が行ってやるような事業には全然合ってこないというところがあるかと思います。この辺を、例えばこういう橋の、木材を運搬中に怪我を誰かがしたっていう時に、誰の責任みたいなことを考え出すと、こういう道直しはまずできないなということです。それは責任逃れかっていう意味ではなくて、
こういう合意を得られるような範囲での、まあ、道直ししかできないということですね。まあ、それがいいのか悪いのかっていうところは若干いろんな議論もあるのかもしれませんけども、まあ、現地で住民主体でやるんだって言ったときに、まあ、この橋の設計とか構造とか最大のこの水位はどうかとかいろんなことも考えなきゃいけないんですけど、最低限彼らがここは2トン車未満の車で、まあ、通ると、そういった交通量も限定できるし、この先のコミュニティがきちんとそういう管理ができるような状況、あとは彼らがきちんとこれは自分たちの事業として、もともとこういう橋を彼らは架けてたわけなんですけども、同じように自分ごととしてやる、我々が支援して、まあ、ちょっとした土のとかこういう木を加工するための費用なんかをサポートするわけですけども、それだからといってこの橋のこう管理責任を NGO が持つというのではないというところですね。そういうところをゆっくりゆっくりこう意思疎通をしながら確認してやるということがあります。こちらはザンビアの方で、こちらはコンクリート、ちょっと写真の画像が悪くてあれなんですけども、鉄筋コンクリート、まあ、こういった橋台とか橋脚を石積みで作るところは彼らも慣れてたんですが、まあ、床板とか桁のための型枠とか鉄筋を組むとか、このあたりはなかなか技能者が現地になくて苦労して作成したということがあります。通常だとこの架床の下からこうつっかえ棒で、床板を打つための型枠なんかも設置するんですが、まあ、そういうことができないということで、桁を間をまた桁をこういう丸太でかけてですね、これを反力にこの上に床板を打つというふうなことをやったりもしました。まあ、現地で使える技能でやると、まあ、品質管理とか、ひょっとしたら、まあ、下からこう上げた方が楽とか、品質管理が得やすいとかいうこともあるかもしれませんけど、時にはそういったローカルルールじゃないけども、ローカルでこう適用実現、現実的な工法等を選定しながら作っていくということが重要かと思います。で、これ、コンクリート橋で、落橋等が怖いから、少なくとも、こう、夜間等の通行等も、こう、踏まえてですね、端っこの表示、端部の表示として、こういうポールも作りましたけども、浮きに、こう、オーバーフローすることがあって、すぐにこういう、端部の表示の棒というのは、もう、潰れてしまったりもしています。まあ、こういうところが、例えば日本人で感覚でいくと、やっぱ端部きっちり表示させるの危ないので、何かやりましょうということもあるし、当然現地の方も、そういう考えでやったんですけども、まあ、それがなくなった後でも、まあ、橋の利用としては利用されているというところがあります。ただ、まあ、ここの場合ですと非常に難しくて、橋は、桁は、まあ、まだ生きてるんですけども、橋台の背面の方に水が回ることになって、背面側で少しえぐれているということが今現実起こっています。まあ、それに対する対応としては、まあ、コンクリート舗装のような形で、越流を許容できるような、盛り土構造の越流を許容できるような構造がいいんじゃないかということを、まあ、現地とも調整していますけども、なかなかそのための、まあ、指揮座がやはりなくて、現実に実現に至っていないというところがあります。これはミャンマーの方ですね。これが先ほどの橋ですけども、こういった船の水運を維持しながらやると。まあ、お坊さんが、まあ、現地の住民の方の精神的な支柱として、民衆のこう心情を把握しているので、彼らのもと一体になって道直し、橋の架設をすると。これ、杭を川島の中に打ってるんですけども、これは現地特有のオーガーがあってやってますが、なかなかこの安全面とか施工の品質、どうしても水が入ってきて、水、セメント比が設計通りに行かないとか、もうそういうことが出てきますね。で、それを当然最低限、起こさせないような指導もしていくんですけども、ある程度こういうものが起こり得るということを、想定しながら、許容しながら、ある意味、現場を進める必要があるのかなと思っています。まあ、そのために、これは不整定構造として、各桁間とか橋脚をこう合結しているというところがあって、
まあ、一部が倒壊しかけても全体が一気に倒壊することはないような、まあ、構造にすることで、何か損傷が目立ち始めたら、まあ、通行止めにするとか、そういうことを住民の方に、指導しながら利用してもらうということになります。こちらが先ほどちょっと出た市場下原農業でのアクセス道路、まあ、こういった農家さんに対する、道直しの指導ということで、まあ、彼ら自身が現金を得られるようになったので、まあ、現金が得られるようになると労働者を雇えるようになった。今まではそういう労働者を雇うお金がなかったので、自分の息子を畑仕事に手伝わせてたと。ただ、まあ、道を直して、まあ、収入が上がった。収量としてはそのままでも、こう市場に持って行って換金できる量が増えたので、労働者を雇えるようになった、まあ、こういった道直しから広がることがあって、農業ベースでやる道直しも、まあ、これはケニアの事例ですが、こういう道路政策5カ年計画みたいなところで、まあ、農業省等もその道直しにおいて貢献できる部分があって、コミュニティの、動員であったりとか、農村道路の整備には有効ですねということですね。この若者雇用促進というのが動画でも出ていましたけども、まあ、それは2014年の安倍首相のアフリカ連合でのスピーチでも取り上げていただいたりしています。まあ、若者の雇用の促進というのがこう重要な社会問題の解決には重要ですよということをですね、やっぱり日々何かやることがあるということが健全な社会ということがあるのかと思います。そういう意味合いで若者たちに道直し研修をしていたり、地元の道直しで研修しているというのが一つ、まあ、みそかなと思っていて、まあ、よく若者をこう首都のとか都市部の研修所に呼んで研修をするというパターンが多いかと思うんですけども、やはり現地でまずは一回道直しをしてもらう。そうすると地域の人からも一目置かれたり、同時に彼らに若干こういった座学的な形で、起業とかそのための方法等の情報を提供したりするということです。先ほどボトムアップ、トップダウンという道直しの話もしましたけど、まあ、NGO として現場でこういった道直しをこう繰り返しながら、まあ、時には外務省の支援を受けている事業での成果っていうのを、まあ、外務省、在外大使館ですね、そこを通して現地の行政機関とアピールするようなことも通じて、先ほどの道路政策に取り上げられるということがあったりもしました。若者雇用で一つ重要なのは、まあ、これケニアの場合ですけども、2007年の選挙後の暴動っていうのもあって、特に若者に対して、仕事をしてもらって、まあ、健全な社会にしていくという、まあ、ケニアの大きな、まあ、政策があって、それの実現としてその若者たち、まあ、あと女性グループとか、障害があるような方たちが構成されるグループに対して、公共事業の3割は発注しますというふうな政策がありました。とはいえ、このアグポという政策を利用するには、最低限のこう登録をして、また、技能の認証を受け取る必要があるということでした。まあ、それはそれで公共事業である程度3割持っていくわけなので、変なことをされても困るということで、そういった制限というか技能認証という制度もあるんですけども、実際のこう雇用に、チャンスがない若者たちがこういう政策にこう到達できない、まあ、それはこういう資格とかがないから、こういうギャップがあったときにこれを埋めるっていう意味で、まあ、土のうを使った広報から会社設立で国立の研修機関で研修を受けて認証を取り、ようやく先ほどの公共事業に参入する資格を若者が持って、で、持続的な若者たちのこう企業活動につながると、まあ、こういった流れがありました。で、そういった若者たちの声として、まあ、こういう土農研修によって道路整備技術、何もこう土のうだけが道路整備の技術じゃないので、それ以外の技能というものをここの国立の研修機関とこれ6週間泊まり込みでやるような、非常にこう総合的な技能が身につけられるような研修ですので、こういうところにこう行けるチャンスをですね、若者に与えていく。それにはまず若者自身が
あ、こういう道があるっていうことを認識する必要もあるし、野心を持つことも必要だし、ノウハウとか知識が、まあ、まずは必要と。で、次にここの研修に参加するっていうことが必要なんですけども、2012年、これは ILO の負担で、彼らを研修に送ったんですけども、その後は、ここでの成果を見てですね、2015年から18年に関しては、ケニア行政がお金を出して、自分たちの行政のお金で300名の若者をこの研修所に送ってこんだということがあります。まあ、このうち全員が全員こう起業してうまく企業活動を継続させるというわけではなくて、約2割から3割程度の若者がまあ起業して、ビジネス化と事業化として頑張っているというところがあります。まあ、これらが成功事例としてよく我々のこうリソースパーソンとしていろいろな新しい場所で事業するときに話をしてもらうような人たちですね。この人なんかはドノーテクノロジーカンパニーという名前を自分の会社に名前を付けたりもしています。で、これはガンビアで先ほども紹介、動画であったような話で、まあ、求職者、ジョブシーカーからジョブクリエイターになったみたいな事例が出てきています。まとめですけども、NGO として、まあ、建設会社やコンサルタントのない立場での海外インフラ整備の支援の事例を示しました。で、まあ、道路の整備っていうのは、市場、病院、学校へのアクセスの改善につながるということで、生計向上に貢献。また、若者雇用の促進っていうふうな社会問題解決にも貢献すると思います。住民主体のインフラ整備の支援に向け、何でもかんでもこうできるっていうわけじゃなくて、やっぱりどういう、規模のとか、どういう、資源がある、材料だったり、人材だったり、で、支援策コミュニティを、まあ、戦略的にっていうのは、そういった、これにふさわしいかみたいなところをこう判断するのが重要かなと。で、施工時、共用時の人的被害を避けることは財天令であるものの、安全品質工程管理というのを柔軟に進める必要があると。で、住民との関係性の構築、現地情報の収集には、他、もともと現地で、活動されているような NGO さんとの連携というのは有効ということがありますし、まあ、住民、参加される住民の方自身にも、やっぱり自分で汗して道をこう良くしていくっていうような意識とか、まあ、コミュニティ、行政の方も、そういう住民をサポートするんだというふうな、まあ、意識っていうのが必要ですし、まあ、当然、維持管理をしていくための技能の習得っていうのがいるというふうに思います。はい、以上で私の話になります。どうも、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ちょっとここで止めます。って言ったら止める。